はい、これでですね、今度はですね、B モードで峠を上がって、峠を下がってくる。こんな実験やってみたいと思います。で今 92% の残り232キロということですね。はい、E ペダルはオンですね。はい、それじゃあ、行ってみたいと思います。この旧型リーフのですね、後期ですね、後期30キロモデルが出たときにですね、エアロスタイルというのがグレードがあるんですけど、そちらのを選びますと、B モードの際に、パフォーマンスモードっていうかね、そういうちょっと走りに特化したトルクの出方をチューニングしてようですね、そんなことになるということをカタログで書いてあったことをちょっと記憶があるんですけども、このリーフでは B モードにしてもそんなにそうですね、そのタスクに関してはそんなかチューニングされてるような感じではなくて、単純に今まで通りですね、B モードにすると回線ブレーキがちょっとしょっちゅうよくかかるという、そういう感じになってるみたいですね。また雨がちょっと強くなりましたけど、いいですね。わずかにこうハンドルは先軽いと言ってたんですけども、わずかにこうハンドルちょっと切るだけで回っていってくれるっていう、曲がるというよりも回るという、そんな感じの、回答性がある車ですね。で、一つちょっとだけ気になったのが、ちょっとだけですけど、後ろに今誰も乗っていませんけども、誰かを乗せたい時のようなポジションって言いますかね、ちょっと見上げるような感じのポジションに何かなってるような気がするのは、ちょっと気のせいかどうかわからないですけども、後ろに誰かを乗せているような、その時そういう動力の出方ってありますよね。何かこの一人前の席に人が乗ってる時と、後ろの席に誰かが乗ってる時とのこの感じですかね。なんか足回り、後ろの足回りが何かこう運転する人にこう伝わってくるような感じっていうんですかね、なんていう風に見たらわからないですけども、やっぱり後ろのサスペンションちょっとだけいじっていると思いますね。旧型によりは何かそのあたりにチューニングが施されているのかもしれないですね。なのでこういうドアパネルですとか、こういうところ内張りから、天井もそうかもしれないですけど、ほぼパーツが一緒ですよね。インパネアも別物ですけども、なので道路を見ながら、もちろん景気類とかほとんど見ずに無視して車を運転している以上、ほとんど目に入ってくるものは旧型のリーフと全く同じ光景ですね。ガラスも多分同じではないですかね。なんとなく変わってるところはなさそうな気がしますね。ワイパーの見える位置も同じですので、同じ位置に見えますね。そういう意味ではちょっとね、旧型から乗り換えた方っていうのは、そのあたりはいい意味で安心、悪い意味でもうちょっと変えてほしかったかなとかって思うかもしれないですね。ですけど外観はもう完全にもう違いますので、もうよくぞこういう超ビッグマイナーチェンジ、フルモデルチェンジなんですけども、部分的に同じパーツを使ってるっていうところ
からすると超ビッグマイナーチェンジですかね。エンジンもまあほぼ同じものでリファインされているかとは思いますけども、なんともちょっとこう今までこう前例にないような車作りなのかもしれないですね。ドアはですね、もう本当の使い慣れてるドアなので、もうウィンドウ開けるときにも同じですね、同じ位置にこう手が来ます、ね、何にも違和感なく、説明書とかはほとんどいらないですね。ハンドル周りにこうハンドルのねところについてる本当に小さな細かなスイッチですね、これはですねあまり見ないように運転しないと怖いですね。完全に自分のものにできるまでね、ちょっと時間かかるかもしれないですね。あとエコモードですね。エコモードがですね、ハンドルにつかなかったことがちょっと残念だったですね。これエコモードとスタンダードモードの切り替えがですね、この下にありますね。結構私はそのエコモードとスタンダードモードから D モードと B モード、この切り替えをですね結構使ったりするんですよね。まあ普段はそう使うことないですけども、こうちょっと長距離ですね、山道になったり高速になったりしますよね。そういう時にはですね、やっぱり使い分けてあったりしますので、でまあそういう機械類、そういうスイッチ類がですね手元にあると良かったかなと思います。まあ、プロパイロットのね、採用からですね、まあ、ボタンの位置がこれ以上ボタンつけれないよという話になったと思いますけど、まあ、ちょっとどっかにボケてもらえると良かったかなって、そんな気がします。ハンドルを曲げた通りにですね、まあ、ハンドル回した通りに進んでいってくれますね。やっぱり速度は制限速度を守ってますので、安全速度なんですけども。こういう雨の日です、まあ、ウェットとかも今雪道もそうですけども、フルタイム用 WD ですね、ビスカスカップリング付きのフタフ用 WD ですね、そういう車も消費してた時期がありまして、やはり耐凍性は悪くなりますけども、その踏ん張りがですねやっぱり違ってくるっていうか、前に進もうとする力がねやっぱり 4WD にはありますね。なんかそれに近いような感じもしないではないですね。やっぱりノーズが先に回るんじゃなくて、どちらかというと自分の座ってる運転席周りぐらいの位置から車が回転してくれるような、そんなカーコーナーリングをね見せてくれる。それを感じさせないようなね、しなやかな軽快なドライブですよね。でこれで一応 B モードで来ました。はい、これでこれがですね上り切った時ですね、今は 84% の209キロですね。はい、これをですねまた今度 B モードでですね下がってみてどうなるかということを
また6.9キロのドライブですね。
ね、ありますね。そういうあのスポーツ、ホールド性のいいスポーツシートにはちょっと負けますよね。まあ、最近の若い方たちは車離れとかね、よく言われてますけど、あの車好きな方はですね、あのもう自分たちなんかそうなんだったんですけど、レカロシートとかですね、まあ、フラットのシートですかね、まあ、当然あのメーカーにはリクライニングをするタイプのレカロシートにして、でシートベルトはですね、あの、まあ、4点式のサベルトですね、サベルトのシートベルトをですね、つけてたりしましたね。でサブカーとして遊び用の車として、ちょっとスポーツタイプの車にはフルバケットタイプですね。もう一回座ったらもう身動きできないですね。そのようなので完全にこう車、あのもうゆりかごのような感じで、あの体をサポートしてくれるね、シートを、そういうのに慣れてですね、あの走ってましたので、それからこういう車に乗り換えたりすると、やっぱりあのちょっと腰が痛くなってくるとか、からあの背中のところのホールド感がないので肩が凝るとか、なんかそういった弊害もやっぱりあるかなって思いますので、ね、まあ、好きな方はですね、シートをどんどん変えてもらってですね、もうレカロシートすごくおすすめですね。これがあの運転席だけだとね、ちょっとね、あのかっこ悪いですけどね、あの助手席もセットでやると、こうレカロって、まあ、結構ね、あのお金かかりますけど面白いと思いますね。であと一つ、あのタイヤですけど、純正のホイール17インチのホイールですね、ものすごく重量ありますね。でこれ自分はですね、冬場はあのスタッドレスタイヤでちょっと費用を抑えるためにですね、16インチの BBS の RG タイプですね、あのワンピースのタイプですね、それをちょっと履かしてるんですけど、それがすごく軽いんですね。タイヤとセットにしても結構軽くてですね、あのタイヤ交換の時にあのタイヤ持ち上げるんですけども、もうまるで重さが違ってくるので、なのでですね、まあ、あの量産のある方はですね、あの17インチこのサイズでですね、BBS の単調ホイールがありますので、それをね、ぜひね、チョイスされると。やっぱ足元、重要ですからね、結局、同じ身体能力の人が、重い靴を履いて全力疾走すると、軽い靴を履いて全力疾走すると、まあ、ほぼ変わらないような効果が出ますよね。なので、まあ、微妙に、まあ、あの電費にね、あの影響があるのかもしれないですけど、タイヤが軽いという、足元が軽いというのはあの車にとってはすごく大事ですよね。まあ、最近じゃあ BBS の他にレイズとかっていうところがですね、メーカーさんがですね、あの単造ホイール出してますので、まあ、いろんなあのタイプのね、あの単造ホイールがあります。30年も前はですね、あの単造ホイールって言えばもう、まあ、BBS 一択って感じだったんですけど、まあ、それが3ピースだったり1ピースだったりで、あのグレード別にね、あのいろいろあったんですけど、今純正で手に入るのが1ピースの17インチのアルミホイールでね、30万円ぐらいしましたっけね、あのすごく高いですけどね、ものはいいです、はい。さあ、これで降りてきましたので、どうなってるでしょうか。ここの道はですね、ネズミ捕りやってるっていう情報がありますので、まあ、あの無理して飛ばしてる方っていうのはそういないのでね、車の性能とかちょっ
と、あの試乗とかするときにかなり適した道なんで、僕はあの箱根よりはなんかこっちの方がなんかいいと思いますね。さあ、そろそろゴールになります。どうなってるでしょうか。はい、下山しました。また 6.9 キロの道のりでしたけども、結果はですね 87% ですね。残りが211キロってことになりました。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Yeah.